急展開。ナポリ優勝の要がバイエルンミュンヘンに移籍かも。前回動画でマンチェスターユナイテッドへの移籍が決定的と伝えましたが、急展開です。これがまさに移籍市場ですね。バイエルンミュンヘンは13日センターバックのユカエルなんですから対談の意向を伝えられ合わせてパバールも対談を希望しているという。またキミッチーも移籍の噂が上がっておりもしかりに全員対談するとなるとバイエルンにとっては大きすぎるダメージになる。そこで対談がほぼ確実になったユカエルなんですの後釜候補としてキム・ミンジェの名前が上がっているという。2年前までトルコでプレイしていたキム・ミンジェはたった1年で世界を代表するセンターバックへと成長し強豪チームへのステップアップも確実となっている今、アジアナンバーワンのディフェンダーと言ってもいいかもしれない。ユカエルナンデスの代役とか荷が重すぎる。評価上がりすぎじゃね。トリアス怪我の間にアジアナンバーワン奪われたな。そんなにすごいの？ユナイテッドでマグワイア2世になるくらいならバイエルン行ってほしい。カセナキオの評価すげー。確かに今シーズンの活躍はクリバリの穴を埋めるどころかそれ以上だったかも。韓国始まったな。トリアスも怪我なければって思ってしまう。ソン・フンミンといいガンインといい韓国の評価高いのってなんでなんだろう。日本人ももっと評価されてもいいと思うんだけど。純粋にすげー。アジアも評価される時代になったんだね。トリアス早く戻ってきてくれ。